リスクでサクスペやっていきますということでお知らせ来ました、来週のやつですね、新春パワーアップ祭り1月3日からスタートでございます。いやありがとうございます。円卓がある、いやほんと待ってましたって感じですね。助かる。はい、で、強化がいっぱい、あの毎年恒例のやつですね。はい、レベルマックスキャンペーンもあり、あ、並木の次元ボックスもあるんだ、超いいじゃん。あ、で天才確定初じゃないですか。まあ、天才次元みたいのはあったけど、普通に天才確定みたいのは初ですね。おお、ここまで来ましたか。あざーす。もう円卓強化ですね、完全に。あ、でもどうなんだろう、初回でいきなりいけるかな、初回でいきなりいけるかちょっとわかんないんですけど、うん、覚えてるかな。はい、って感じでございます。で、春影バンプ、天空カイドウ、あ、カイドウでも前のやつだよね。パワーコー円卓って感じなので、うん、もう強いのはもう円卓ですね、完全に。なのでのーいう感じかな。まあ9000点まだの人とかは、まあなんかこの辺のここやって、これ後からもう一回来るのかな、わかんないんですけど、うん、基本はやっぱ俺は、うん、円卓ですね。円卓強化は、うん、まあイベキャラ持ってなきゃいけないっていうのはあるんですけど、うん、持ってさえいれば全然北斗とかより強い選手作れるのかなとは思うので、どうかな、わかんねえ。うん、作れるような気がする俺は、うん、って感じですね。頑張ろう。そんな感じです。一緒ですね。うん、カイドウ、そろそろね、あ、てか、まあ、今のイベキャラで、アヘ組むとどうなんですかね、アヘヘ。それはやってみたいっちゃやってみたい。ちょっとカイドウはまあ、強いやつじゃないけど、ちょっと気になってはいる感じですね。いやー、そうですか。あ、全高校じゃないんだ。初回天才。へぇ、お気をつけください。太平楽とかでやらないように気をつけてください。あ、センスバツとかサボり癖もつかないよってことみたいですね。あ、そうか、持ち込みが枠が空くから、そうですよね、それはありがたい。てか俺今アプリの方もね、天才確定来てるんですけど、うん、天丸来てて、アンドロメダ京子ちゃんのあの芸春のせいでね、全然サクセスが始められないっていう、うん、まあ今日までなので、うん、なんとかやりたいですね。で、何これ、メス手形、あー、メス手形次元が来てんだ。そういうことか、なるほどね。ってことはメス手形で天才やってくださいってことかな。うん、そんな感じですね。うん、そんな感じです。いやー、俺もう円卓やるかな。まあ一発勝負で初回天才ちょっと頑張ってやろうかなっていう風に思います。まあしどれみが50に一気になってくれたので、うん、結構、うん、オール PSR でだいぶ解放もできてて、うん、円卓は、レベル PSR であればあるほど、あのね、円卓ルスの経験点が倍増するので、なんとかはめれれば PG 以上は安定して作れるのかなという感じなので、あとは本当やり方を覚えてさえいればっていう感じですね。はい、で頑張っていきたいと思います。いやー、マジで待ってた。ちょうど Twitter とかでつぶやいてたとこだったんで、うん、今年来ないのかなってちょっと思ったんですけど、うん、来てくれた、ありがとう。で、4時からですね。はい、なので来週はこんな感じですね。まあオクタビアも来て、王子も来て、まあね、いろいろ復刻つか、多分ね、佐伯のガチャもう一回来んのかなっていう、来週まだクロスエーラー、佐伯、岸田あたりの、なんつうの、テンプレ級のキャラが来てないので来んのかな、その辺のなんか厳選ガチャみたいのがもう一回ぐらい来そうな気はするので、この新春なんとかのタイミングで新春なんとかガチャみたいのね、来るのかなって感じはするので、うん、ちょっと月曜日要注意ですね。はい、ってな感じで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。皆さん、ピースな一日を。バイバイ。